都議選に向けてということなんですけれども、早くも1年先の選挙に向けて動き出した形ですが、その辺のところはいかがでしょうか。やはり東京の選挙というものが全国に波及をいたします。私たちの衆議院の解散総選挙も来年の9月11日までにあるわけですから、そのどちらが先になるということは別にして、この都議協の都議会選挙に勝利をしていくと、都政万般に支障のないような体制を築いていくということで、加瀬先生にお願いをいたしまして、小委員長をお願いして、これから例年より先生早いですね。早いですね。早いですよね。選考に入るということをスタートさせていただきました。今後の日程なんですけれども、どのように今後は進めていく予定なんでしょうか。東京の選挙はですね、都議選は特に中央の国会のですね、状況の影響を受けます。やっぱり殺してですねやっていかなきゃいけないと。ですから従って時期もですね、会長とよく相談をしてですね、遅きに死しないように、そうかといってあんまり蘇生乱造でも困りますからねその辺は皆さんの意見を十分に聞いてやっていきたいと思っています。議選に向けてのですね、ちょっと早いんですが意気込みをもう一度聞かせていただきたいんですが、東京都の決選というものは非常に重要な選挙でありますので、公認候補の全員当選目がけて頑張っていきたいと思います。